ふにゃけちゃってよ、もうよ。あったまったなぁ。でももうそろそろ、あれだな、湯船は卒業だな。ああ。昼間は湯船はダメだな。夜中だったからよかったけど、風呂上がりな。汗、そんな、すぐ引いたからいいけどよ。もうそろそろダメだね。気温が上がってきたら。シャワーだな。でもな、湯船いいんだけどな。ほわ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 してよ。そうそう、今日は雨。だから、俺雨降る前に買い物行ったから、うん。電車にこいでな。うまい。寝ちゃダメだよ。あ、湯船で？あ、俺湯船で寝たこと一度もないよ。眠いときは俺だって風呂なんかもうそんな意識ないもん。あと酔って俺風呂入ることないから。寝起きで入るのがほとんどだから。うん。今どうやってお金稼いでんの？空き缶を売って稼いでます。はい。たまに段ボール。うん。今日はだから雨だから段ボール売りに行けねえわ。うん。マイリヤカー持ってるから。うん。段ボールって金になるの？なるよ。うん。まあ期間ほどにはならないけどさ。うん。ベルマークがいいみたいよ。古いなベルマークって。50年前ぐらいからだろそれ。な、都市防。なあ、もうさ、そういうのやめようよ、ベルマークとかさ。ね。で、どうせあれだろう、ベルマーク集めるときさ、あの、ベースのシートがあってさ、あれ冷蔵庫のとこにさ、磁石で置いといてさ、剥がしちゃそこ一枚ずつ貼ってた手だろ、おめえよ。あ？やるわ。で、横には山崎春のパン祭りとかお前、あった手じゃねえの？まあ、それはだいぶ後だけどな。皿とか使ってんじゃねえの？当たったとか言ってよ、おめえよ。ダメだね、おめえよ。あ？この野郎。やめれや、ほんと。赤い羽募金？
赤い羽募金はね、でも、まあ今は少なくなったよな、募金系って。なんか昔はさ、よく駅前とかさ行くとさ、必ずなんか立ってたよな、募金系がな。赤十字かなんかはやってんだっけ、赤い羽って。違ったかな。昔はなんかな、わっけのわかんねえ募金とかやったらったよな。箱持ってな。で、大体みんな女だからな、募金お願いしてんのは。朝と夕方だけでいるの。だから電車に乗り込む人間に、おはようございます、募金お願いしますっていうのと、あと帰りは夕方は、お疲れ様です、募金お願いします。俺もあんまり詳しくわかんないけど、団体が違うんじゃねえの、やってる団体が。俺が募金してもらいたいよ。うなちゃん募金、お願いします。マジで。その代わり、放送頻度を上げるようにしますんで、皆さんの暇つぶしに使えるように頑張りますんで、よろしくお願いします。皆さんの小さな積み上げが、佐野の、生きる道につながるんで、はい。よろしくお願いします。ちょもさん、職員いらっしゃい。うんこありがとう。うんこありがとうばの決まった。募金。ありがとうす。ありがとうございます。しびれるね。でもよ、なんか風呂上がりはやっぱりあれだな。酒も、汗かいた後だから代謝上がってっから、周りが早いし、あと一番わかりやすいのは腹が減る。で、余計に今日湯船に長いこと使ってたから、腹が減るな。まあ、健康なのかもしんねえけどな。減らねえよりは減った方がいいよな。俺どっち食おうかな、コンビニ弁当。オムライスから行こうか、牛丼から行こうか、今考えてんだよ。放送終わった後に。6時ぐらいで俺終わるからさ。いや、作んねえよ。てか、てめえ初見のくせに俺に命令してんじゃねえぞ、この野郎。おい。黙って静かにしてるよ、初見だったらよ。慣れろ、まず俺のパターンによ。
あ？証券とか行ってきてよ。なんだよ、てめえの ID よ。ただのパタローじゃねえか、あんなの。あ、夏美さんは寝るんだ。こっから寝るんだな。うん、いや、俺ももう一回ぐらい、弁当食ったら、寝に入るかもしんないけどね。うん。元寝はしないけど、多分、6時の、テレレレテテテテーっていう、あの NHK の朝のニュースからまず始まるからね。本当はもう5時からやってんだよ。てか、今は4時半か。あ、そうだ、今日は、なっちゃんじゃないんだ、エレクトーン。日曜日だから。土日はなっちゃんじゃないんだよ。赤崎夏美じゃないんだよ。ローテまでなんで俺知ってんだよ、あのよ。そりゃ民放の方だけどな。ペレペペペ、ペレペペペ、ペレペペペペペ、5時44分です。次はお天気予報です。関西の人はわかるけど、でもさ、今さ、俺思うんだけど、この時期になるとさ、やったらよ、テレビもよ、番宣だよな、ほぼ。もうさ、番宣番組ばっかり。またこれかよ、みたいな。このパターンはもういいわ、みたいな。俺はね、極力ね、ドラマは見ないようにしてるんですよ。何曜日の何時って、あるわけじゃん。ドラマって。そこに合わせたくないから、もう終わるまで待って、後で、ネットで、一気見するんだよ。だいたい1話っていうか、まああって、だいたい10話ぐらいで完結だろ ?10 か11ぐらいで。それ一気に見る。ね、待ってんのね、嫌なんだよ。だからドラマを見始めると、めっちゃ長時間になるの。映画なんていうのは大概2時間ぐらいじゃん。ドラマってやばい。10本見ると。でね、これがいいんだよ。ネットで見ると、CM がないから。だから、俺はタイムラグがあるの。そうそう。CM カットだからね、全部。バンバン、もう、次から次へとこうやって繋がってくっから。来週を待たなくていいっていうね。ただし、情報は相当遅れるけどね。でももう、
なんだろうな、今はもうほとんどだから、最近見たの何ですか？最近だからドラマ行かないようにしてるよ。だからだって下手すりゃおめえ10話見たら何時間拘束されんだよ。うん、見ないようにしてるよ。うん、あれが面白かったよ、あれ。映画では。俺はアマゾンプライムで見たけど、岡田の、なんだっけあれ。また俺さ、そういうのタイトルすぐ出てこねえんだよ。アクションのやつ。なんだっけあれ、横文字のカタカナの、うん、あれは面白かったね。あ、うっけんだけどみたいな、何これギャグなの、コメディなのみたいな。猫舌かよみたいな。ヒラパー兄さん、猫舌かよ、みたいな。ファブル、あれ面白かったよ。うん。いや、SP は結構真面目なんだよ。てててれ、てれてれ、てててれ、てててれ、てれててれ。そう、ファブル、うん。そう、あれは面白かったな。うん。本当によ。めちゃくちゃ面白かったよ。久々に面白いな、この、その、なんて、アクションじゃねえんだよな、コントなんだよな。もうギャグ映画か、これ、と思ったもん。だから、ちょっと言うと、なんだ、長澤まさみがやってる、ああいうのに通じるギャグがかましてんだよね。うん。まあ、長澤まさみのあれはシリーズもんになってるけど、お金をこうやって、札束バンバン、詐欺師のな、あれも好きだったな、俺、映画で。うん。映画っていうか、映画館には行かねえよ。後から見るんだけど。ただ、俺はね、まあ、こんなこと言っちゃあれだけど、あの映画は、なんだかな。なんか、何があったのか、どうなのかが、もう理解ができないよ、俺。うん。共演者二人が自殺ってどういうことだよと思ったもんな。うん。しかもトップだね、どっちも、男も女も。なあ。トップ俳優とトップ女優はもう、自殺かよって。どっちも同じ映画に出てるしな。しかも、ほぼ主役級の扱いで出てるんだよね。うん。なんかあったのかなみたいな。うん。あ
れはびっくりしたな。うん。そうそう。だから、なんだろうな。まあ、ねえ。俺はほら、NHK ほら好きだからさ、ジュジュが出てるやつで、相方だったじゃん。あの、俳優の方は。うんこありがとう、まあの、決まった、あらす。しばらく番組中断してたよな。今、セゴドンやってたあれが、パートナーになってっけど。うん。世界のなんだろう、珍しいものとかをこう、なんだろう、探して、コメントする番組やってたじゃん。うん。あとは、まあ、竹内優子に関しては、俺はあれは見てたからな。ランチの女王。もうあのイメージが俺の中には強いんだよ。うん。まだ若かったもんな、結婚する前だしな。で、俺ほら、料理が好きだから、ランチの女王は見てると出てくる料理がほら、おぉ、で、結構自分の知らない洋食系が出てくるから、面白かったよ、あれは。うん。まあね、もったいねえな。正直。うん。なんでなくなるのかね。まあ、俺ら凡人にはわかんない、一流のアーティストの悩みってあるんだろうけどね。うん。ちょっと理解は俺にはできねえな。